中日村松海と、ヤクルト戦で5打数5安打と打ちまくる。これでしばらくは村松先発で使わないといかんな立浪さん。明日から1番で打ってくれ。妙だな、ショートセカンド守れてこんなに打てるのに規定乗っていない？なぜだ？立浪のひいきを成績で黙らせるのかっこいいわ。これで明日も8番だったら八百長よ。どうやらこの選手を開幕から補そうとしてた監督がいるらしいですよ。よっぽどいい代わりの選手がいたんやろな。チーム防災会の素材型強肩ショートを優先してたの立浪えぐいで。もっと細かい数字持ってただろうに欲してたわけやろ。3年目のプロ野球の監督がよ。固定でいいよ。さすがは明治の師匠愛してます。これでも8番だったら笑うわ。神宮で固め打ちは見た目も相まって大島感がすごい。こんないい選手が8番打ってるチームがあるらしい。さぞ強いチームなんやろな。明日は1番か2番がいいね。自分的には1番カリステで2番がいいかな。1番に置け。うちには塚本と中野はいないんだ。阪神の野球に憧れるのをやめろ。この選手を8番に置く無能監督がいるらしい。これを打てない位置、2番に繋げるために8番に幽閉してるとはたまげたな。これを8番に置ける余裕があるんやな。さすが立浪ドラゴンズ。8番がこれで得点には絡んでないという。どんだけ打順のセンスないねん。5打数5安打。冷静に見ても見なくてもすごい。今日の試合で数少ない希望。5安打してなんで村松の得点ゼロやねん。今日の数少ないポジ。明日も打ってくれ。前から思っとるが、出塁率が高い村松みたいな選手を中軸の前で使ってほしい。この選手オープン戦から結果残してて、しかも二遊間守れるのに規定乗ってないんすよ。なぜ？8番っていうのは本来野手で1番打てない選手が入る打順やろ。8番で5安打って聞いたことないな。細川の前に村松置いてくれ。多くは望まないそれだけでいいよ。結果論だけど今日村松を1番に置いてたら勝ててたのでは？今日勝ってお立ち台乗ってほしかったな。